はい、皆さんこんにちは。ナイルメカチャンネルです。今日なんですけれども、D マークで今、千葉さんとちょっと動画を回してるんですけれども、はい、今回はちょっとテーマとして、コンピューターチューニングとはということで、まあ、千葉さんね、コンピューターチューニングのこの GIC の代理店も務めてますので、はい、ちょっとその辺についてちょっと詳しくね、私は視聴者さんになったつもりでちょっといろいろ聞いてきますので、ああ、わかりました。はい、教えていただきたいと思います。はい、じゃあ早速いきますので、それはどうぞ。じゃあ早速なんですけど、千葉さん、はい、コンピューターチューニングとはっていうところで、はい、ちょっと簡単にコンピューターチューニングっていうのはどういうことをやるのか教えてもらってもよろしいでしょうか。あ、わかりました、はい。ノーマルのエンジンコンピューター、はい、いわゆる ECU ですね、はい、こちらのデータを、書き換えまして、はい、まあ、主にマップ領域と言われるところですね、はいはい、スロットル解度ですとか、はい、ブースト圧、はい、点火磁気、はい、こういったものを書き換えてパワーアップをしていくといったものです、うん、はい。で、まあ、それをすることによって、はい、まあ、実質的にそのパワーアップ、はい、まあ、その車種によってもエンジンによっても違うんですけど、結構のパワーアップが望めるんですよね。ターボエンジンだと、まあ、およそ40馬力から、うん、ものによっては、まあ、もともと車種によってパワーダウンとか、はいはい、設定を下げてる車もありますので。あ、なるほど、もともとが下げてあるってことね。あ、そうです、そうです。例えば、まあ、Q5 とか、はい、S4 ですと同じ3リッターのスーチャーなんですけども、はい、S4 よりもだいぶ Q5 を設定を下げてたりするんで、メーカーで。あ、なるほど。それだともうそこも上乗せされるんで、はい、まあ、100馬力アップとか。いや、確かに Q5 はこの前やりましたけど、はい、ちょっとバケモンでしたね。あ、そうですね、はいはい、かなり気持ちよくなりました、はいはい、なるほどなるほど、ええ、じゃあ、まあ、そういうコンピューターチューニングで、マップ領域とかを変えることによってパワーアップする。もともとじゃあ、エンジン ECU の, そのパワーアップの領域っていうのが、まあ、じゃあ6割ぐらいで設計されてると、はい、まあ、要は安全マージンを取ってというか、ええ、はい、でそこの部分がじゃあ70から75とか、はい、まあ、まで、まあ、ちょっと上げれるというか、ええ、まあ、結構じゃあマージンは取ってあるイメージなんですよね。まあ、そうですね、はいはい、で、まあ、ちょっと先ほどもお話ししましたけども、ええ、その GIC の考え方っていうところで、はい、部分でいうと、そこまでこうリスクの高いようなチューニングはされないんですよね。そうですね、うん、まあ、GIC のポリシーとして、はい、そのマキシマムパフォーマンス、はい、マキシマムセーフティーといいまして、うんうんうん、安全が担保されている中で最高、うん、最大限パフォーマンス上げていくっていうポリシーがあります、はい、ですよね、はい、またちょっと最近の情報によると、ポルシェの方もかなりGIC は。あ、そうですね、はい、今、全米で30ディーラー以上、はい、ポルシェディーラーですね、はい、で、施工してますんで。そう、ディーラーで施工してるんですね。そうです、ポルシェディーラーで。ではディーラーが認めているコンピューターチューニングっていう。そういうことです、そういうことです、はい、で結構そのアメリカに対してはそのコンピューターチューニングとか違法改造に対する法律っていうのがかなり厳しいみたいで、はい、あ、そうですね、はい、特にカリフォルニアは厳しくて、はい、カーブっていうものに通らないと施工しちゃいけないということで、はい、それも全て認証を取って、ね、それによってはその罰金だったりとか、はい、いろんなものも結構課せられるみたいですもんね、はい、そうです。なのでそういうところを考えると、まあね、それこそ、まあ、うちも、もう GIC の代理店というか、まあ、お店としてもうかなり長いことやってますけど、はい、本当にこうなんだろう、GIC をやったから壊れたみたいなことって、ね、今までなかったですよね。そうですよ、一応国内では1000台以上施工してるんですけども、はい、今のところタービンブローですとか、うん、エンジンブローっていうのはないです。ないですよね、はい、これはですね、はい、結構他のメーカーさんは、まあ、どことは言わないですけども、はい、まあ、いわゆるノックセンサーとか、はいはいはい、その、感度を下げたりですとか、うんうんうん、すると、いくらでもパワーで上がっていくんですけども、なるほど、そこは GIC では絶対やらないと。なるほど、でそれもまたちょっと話の続きになっちゃうんですけど、はい、これなんか施工するその方がなんか割と決まってるというか。ああ、そうですね、うん、はい、GIC は、ギャレットインテグレーテッドオートモーティブコープの、はい、頭文字を取った会社でして。なるほど、創業当初から社長のギャレットが全ての車のキャリブレーションと、はい、を行ってますので、うん、なるほど、まあ、なので、一貫してると。マップの領域というか、ええ、そこの味付けっていうのが同じ人がやられてるんで、一緒です、まあ、感覚的にこう近いみたいな、はい、そうです。あ、まあ、そこが一番他のメーカーさんと違っていて、うんうんうん、もう必ずギャレットが、あ、なるほど、社長でもあり、はい、そのキャリブレーターですね。キャリブレーターですね、はいはいはい、でもあるんですよね、はい、そうです。あ、なるほど、この今回そのエンジンの、まあ、GIC の話もしたんですけど、はい、実は、結構その、うん、GIC で評判が高いのは DSG なんですよね。まあ、DSG は、はい、まあ、GIC が創業したのは96年なんですけども、はい、エンジンコンピューターと一緒に実はティプトロニックから始めてるんですよ。なるほど、はい、でそこからずっと DSG になっても、はい、キャブレーション続けてますんで、
ここはまあ他のメーカーよりもだいぶ歴史は長いのかなっていう。なるほど、まあ、もう当然あのノウハウも全然違います、はいはい、で結構そのあの入れられた方が言うにはかなり変わるみたいですね、はい、そうですね、はい、ゴルフセブンとかの、うん、特にあの高出力のタービン、はい、がついているゴルフ R ですとかは、はいはい、DSC を入れないと、うん、ちょっとはですねあのクラッチが滑ったりすることありますんで、あ、なるほど、極力本当は同時に施工された方がいいです、うん、あ、じゃあエンジンとトランスミッション、はい、DSG を同時施工ぐらいが、そうですね、はいはい、あの結局パワーが上がることによって、はい、あのクラッチの方の油圧が負けてしまうんですよね。そうです、はい、でこっちの油圧もちゃんと上げてあげて、はい、あのることによって、まあ、本来のパワーがちゃんと出ると、そういうことです。し DSG 自体の保護にもつながる、どちらかというとパワーアップもあるんですけど、はい、なんか DSG の保護の方もかなり大きいみたいなことは言われてますもんね、はいはい、クラッチの寿命がだいぶ変わってくると思います、ね、ですよね、はいはい、まあ、よくその質問が多いのはそのじゃあ GIC 入れましたでもっとモアパワーをっていう方も中には、まあ、どっちかというとこの D マークさんはステージ2入れられる方多いと思うんですけど、そうですね、はいはい、ステージ2だとなんかあれですよね、まあ、車種にもよって違うんですけど、はい、その推奨部品とあの必ず入れてもらわないといけない部品、はいはい、それで、はい、なんとなくでいいんですけど、ちょっとざっくりこんなもんだよっていうのを教えてもらっても、あ、なるほど、まあ、はい、主に一番多いのは、はい、まあ、燃料が足りない車の燃料を補強しておかなきゃいけないんですけども、燃料ポンプ、燃料ポンプですね、はいはい、高圧の燃料ポンプですね、そうですね、はいはい、それ以外はですね、まあ、そのエンジンの、うん、パワーが上がるような環境を整えなきゃいけないんですね、はいはい、で主には、まあ、吸気温度と排気温度、うん、なるほど、こちらを下げていかないと、うん、点火時期が進んでいかないような、はあはあはあ、パワーが上がらないような感じになりますね、はい、そうすると、まあ、あの例えばインタークーラーですとか、あと、まあ、キャタライザー関係も、あ、そうです、あの、はい、必須だったりとか車種によってはあるんですよね。そうするとやっぱりじゃあその施工までするんで、まあ、結構金額的にはトータルでだいぶ変わっては、ね、はい、ただ、まあ、はい、パワーはやっぱかなり、そうです、またさらに50倍ぐらい変わってくることが多いですね、はい、そもそも本当車そのものがちょっと違ってくるぐらいなパワーにはなりますもんね。そうですね、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、で、まあ、その流れでじゃあ今度、まあ、よくこれもまた聞かれるんですけど、はい、サブコン、まあ、うちも、ね、はい、サブコンはねもちろんあのつけてるあの車もあるんですけど、じゃあサブコンとこのエンジン、はい、まあ、コンピューターチューニング、はいはいはい、こちらの、まあ、違いっていうのを簡単に説明してもらってもいいですか。あ、はい、わかりました。サブコンというものは、はい、まあ、基本的に、うん、抵抗と信号の変換器が中に入ってまして、はいはい、エンジンの周りにある、はい、そういうセンサーに、はい、のハーネスに割り込ませて、はい、誤った信号、まあ、誤ったって言うんですけど、まあ、疑似信号ですね、疑似信号を、エンジンコンピューターの方に送るようなものですね、はい、でそれによって、エンジンコンピューターは本来である、うん、設定した目標値とかに届かない、はい、数値が届かないということで、はい、補正を使ってパワーを上げていくようなものですね。あ、なるほど、はい、なので、まあ、あの感覚的にはちょっとパワーが出たらような感覚になるということですね、まあ、一応パワー上がります、上がりますよね、ただ、まあ、どうしても、うん、そういった補正が効くような形で制御がかかってくるんで、はい、後手後手に回りまして補正がですね、制御が、はい、なのでどうしてもタイムラグとかが発生して、はい、特にあの街中で乗ってる時の、はい、パーシャルスロットルとか使う時に、はいはいはい、結構違いが出てくるかなって感じです。もうこれね、はい、私は、まあ、あのいろんな車乗ってるんで分かるんですけど、あのサブコンで乗った場合のゴルフ 7R と、うん、やっぱ GIC を入れた場合のゴルフ 7R、はい、まあ、やっぱ別物ですよね。まあそうですね、まあ、パワーはもちろん上がったなって感覚はするんですけど、はい、そのなんか全体的なそのバランス感、はい、走ってる時の、はいはいはい、でサブコンの時はサブコンで、まあ、パワーは上がってるんですけど、はい、まあ、上がってるなって感じ。まあそうですね、うん、ただ、まあ、どっちも一応いったんじゃないですか、はい、例えばその保証の関係とかがあった場合は、はい、まあ、サブコンでとりあえずやめておきましょうかとかっていう話もできるし、ね、はい、まあ、保証がなくなって別にあのいいんであればもう、こっちの GICそうですね、っていうね、はい、ちょっと今保証とかディーラーの部分もちょっと厳しいところもありますので、なのでうちらもやっぱり最低新車3年以降でお願いはしてる感じですかね、はいはい、まあ、うちもそうですね、あの、うん、保証が切れてから施工してくださいっていうふうにご案内してます。別にあの、まあ、切れたのにやって壊れるとかはないんですけど、はい、やっぱその今はあのコンピューター上に分かっちゃうんですよね、あのコンピューター上にやったことが、あの診断機を刺すと、はい、そうするとその時点で保証がなくなっちゃったりとか、あのディーラーさんによってはもうあの見ませんよみたいなところもあるらしいので、はい、まあ、ここの部分はちょっとあの気をつけていただきたいというか、はいはいはい、で、あれですよね、それこそキャンペーンが今日から10% オフでやってます、はい、やってますよね、はいはい、そう今日から施工代金の 10% オフで、8月の末までですね、はい、そうです、はいはい、やってますので、もしあのご興味ある方はあの、はい、施工店としては、まあ、メインではこの D マークさん、はい、あとうちのナイルプラス、はい、あとあれですね、VA パフォーマンスさんと、はい、84ベースさんと、はい、まあ、メインが4店舗ですかね、そうですね、はいはい、やってますので、はい、あの一応概要欄にあの
アドレスも貼っときますので、はい、まあ、お近くのところで、やっぱ近くで施工するのが一番いいですよね。まあ、安心ですね。何かあった時にすぐに対応してもらえますので、はいはい、うん、でこれのまた安心というところで言うと、はい、瀬間さんね、いつも電話してるのはその GIEC の誰かなんですか、その、副社長の。あ、なるほど。電話してます、はい、で、ね、はい、普通にも、まあ、瀬間さん英語ペラペラなので、で、レスポンスが結構いいんですよね、その対応が。そうですね、 GIEC の、 そのいいところとして、はいはい、まあ、そうですね、サポート面でもうすごく安心できるというのと、はい、まあ、うちもなるべく手厚くサポートするようにしてますし、はい、あと、あの施工店も全て技術のある、はい、ちゃんと診断もできるような、はい、あ、そうですね、職さんばかりなので、はい、ご安心していただけると思います。はい、はい、そうですね、はいはい、なので、まあ、ちょっと今回、まあ、キャンペーンもちょうどやってるというところで、はい、結構皆さんコンピューターチューニングってどうなのとかね聞かれるので、まあ、その辺がある程度分かっていただければなと、はいはい、思いまして、今回こうやって動画を回させてもらいました。はい、はい、じゃあぜひね、あの問い合わせをいただきつつ、はい、はい、またこんな感じで動画を回していきますので、はいはい、そんな感じで、まあ、今回の動画、終わりにしまして、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。